エーデルバイス部隊将山岳両兵は、ドイツ及びオーストリアにおける山岳兵の名称、ゴビガは山岳を、イエーガーは両兵を意味する。オーストリアの山岳両兵は、オーストリア・ハンガリー帝国の国土防衛隊三個連隊を、その起源とする。ドイツの山岳両兵は、第一次世界大戦におけるアルペン軍団の伝統を一部、受け継いでいる。両国の山岳両兵は、 薄行き草の部隊装を共有している。それは1915年5月南方戦線においてイタリアの攻勢に対し守備していた国土防衛隊にアルペン軍団が救援として駆けつけたとき国土防衛隊が感謝の意を込めて彼らの部隊長をアルペン軍団の兵たちに送ることで敬意を表したことに始まる。エーデルヴァイスは1907年オーストリア・ハンガリー帝国国土防衛隊の シンボルとして皇帝フランツ・ヨーゼフ・アイオにより制定された。これら部隊は制服の襟にエーデル・バイスをつけている。第二次世界大戦中、ドイツ国防軍陸軍及び武装親衛隊は山岳両兵部隊を強化したが、これら師団の質には大きなばらつきがあり、第一山岳師団はエリート部隊に位置づけられ、第 13SS 武装山岳師団患者は戦闘で頼りにならなかった。 完全編成の部隊は1941年、ノルウェーで組織された。この手段は、軽装備で、輸送手段の多くにラバを使用した。これら三角両兵隊に配備された、自動火器は、正規の不評体に比べ少数だったが、機関銃の弾薬は、不評体に比べ多く支給された。三角両兵は彼らの袖と三角棒につけた、エーデルバイス賞で見分けられた。山岳両兵は、 多くの戦闘に参加し、それには、ベーゼル演習作戦、銀狐作戦、白金庫作戦、北極狐作戦、カフカースにおける戦い、ゴシック戦、クレタ島の戦い及び防受での戦いなどがある。1956年、ドイツ連邦軍の設立と同時に、ドイツ連邦軍陸軍独特の部隊として、山岳両兵は復活した。2001年まで彼らは、 第一山岳師団として編成されていたが、組織改編により解体した。その後継となる第23山岳両兵旅団は、バートライヘンハルに司令部を置き、霊下の山岳両兵大隊は、南バイエルンに展開している。2007年時点のドイツ連邦軍、山岳両兵部隊の一覧ガルミッシュパルテン・キルヒエンの山岳軍学隊はドイツにおける最も人気のある。 軍学隊の一つである。彼らは2002年、カーブルにおいて、イサフの前で演奏した。現在、オーストリア軍山岳両兵の伝統は、インスブルックの第六両兵旅団によって守られている。グレーの山岳帽をかぶったドイツ軍の衛兵。腕章は、衛兵勤務についていることを示す。山岳両兵隊の兵士は、エーデルバイスを左側につけたグレーの帽子をかぶっており、これは、 他のすべてのドイツ軍兵士が被るベレー帽からは、際立っている。伝統的なスキー服をベースとした軍服も、また標準的なドイツ軍のそれとは異なっており、スキージャケット、ストレッチトラウザース及びスキーブーツからなっている。この絵素劇隊更新曲はドイツ及びオーストリア産学良兵隊の伝統的軍隊更新曲である。ありがとうございます。